これは痛みと戦った天才打者の物語である。2023年のプロ野球界、この世界戦では投高打低がかなり顕著だった。特にセ・リーグでは防御率1点台投手が7人、一方で3割打者はたったの2人である。リーグ優勝のベイスターズはまさかのチーム防御率 2.34。 他の球団も例年以上の数字を残しており、密かにボールが変わったという陰謀論まで飛び出す。点が入らず野球人気の低下が心配される中、ドラフトでは一人のスター選手に注目が集まった。彼は全日本選手権で活躍し、チームを優勝に導いた中尾智和だ。天才的な打撃でヒットを量産し、ここぞという場面ではホームランも打てる長打力がある。さらにスピードや肩の強さといった身体能力の高さも誇る期待の外野手だ。そんな中尾の指名権をどこが獲得するのか、野球ファンたちから大きな注目が集まっている。ドラフト中継では真っ先に名前が呼ばれた中尾、最下位ヤクルトから単独1位指名をされた。彼ほどの選手が単独指名だったことに、やや野球ファンたちは首をかしげてしまう。早速スワローズは期待の意味も込め、引退した青木の背番号23をルーキー中尾に。一方で少し心配なところもあった。大学時代から怪我がちだったところである。この負傷癖が理由で他球団は1位指名を避け、スワローズの単独指名になったようだ。ただ打撃力は明らかに即戦力、早々に1軍が確定し、開幕からの登場もあるかもしれない。果たして大学球界のスター選手はプロでも素晴らしい打撃を見せてくれるのか。天才打者中尾のプロ野球人生がスタートした。1年目、開幕第2戦に守備固めから初めての打席が回ってきた。ここは内野ゴロだが、プロ初打点をマーク。さらに6月には1番ライトに定着し3割を打つ。もうプロの球を攻略したか。巧みな打撃とスピードでチャンスを作っていた。天性のアベレージヒッターのようで、他のルーキーとは物が違う。中尾が打線を活性化させたのか、スワローズは昨年の最下位からリーグ優勝、日本一を達成。惜しくも規定に届かないものの、131試合で111安打、打率は2割9分9厘。引退した青木が若返って戻ってきたのかと思ってしまうほどの活躍を見せている。積極的な姿勢で33盗塁とスピードも見せた。53盗塁の近本に次いで、いきなりリーグ2位の数字。なお1年目から躍動した中尾だが、新人王は圧倒的大差をつけられ吉村に負けた。2年目も開幕からスタメンに名を連ねる中尾。コーチとのトレーニングでミート力が上がるが、研究をされたのか3割には遠く及ばない。2年目のジンクスというほどではないものの、ピリッとしないプレーが続いた。トレーナーから怪我にだけは気をつけてと心配されたが、全く問題なく143試合に出場。だがやはり成績は輝きを放ったルーキーイヤーとは違い、打率2割4分9厘とシーズンの中で苦しむ時期もあった。大卒2年目に多くを望んではいけないかもしれないが、1年目の活躍をファンも目撃したので、今年は3割はもちろん盗塁王も期待されてしまっていた。3年目、このシーズンは前半から走りまくり、5度の盗塁王近本に大差をつけて後半戦へ。さらにオフにウェイトを行い筋力強化、長打力も昨年よりも増していた。さらにスピードを生かしてヒットを打っていく。後半は怪我での離脱がありペースが落ちたが、近本に競り勝ち、中尾は3年目にして盗塁王だ。このシーズンは打撃の成長が著しく、不調だった昨年からしっかりと成績を上げる。いつの間にか初球から振っていく積極性も身につけ、優勝したスワローズの頼れるリードオフマンになった。4年目、初めての WBC 日本代表に選ばれ、
国際大会の舞台に立った中尾、全試合に出場し世界一に貢献。なお牧が打率6割4ホームランで大暴れだった。オフに十分休めなかったからか捻挫を連発して離脱することが多い。それでも初めての打率3割と2桁ホームランを達成。打撃力も明らかに力強くなっている。相変わらず打低気味のセ・リーグで中尾はリーグ2位と数字以上に存在感を放った。 OPS は 0.8 を超えてベストナインも獲得。若き一番打者としてファンから愛される。ちなみに同じチームのこの人だけ打撃五冠で打低なんてことを微塵も感じさせない。5年目、進化が止まらない中尾は長打力に磨きがかかり3番に座っていた。パワーが増えたといっても基本に忠実にセンター前を量産する。なんと初めての首位打者を含む3つのタイトルを獲得した中尾。これが天才と言われてきた打者だ。長打力も身につけ打席で一切の隙がない。特に左投手に強く対左では打率4割1分2厘。リーグ最多の9個の四球を左投手にぶつけられた。打率3割4分6厘というのは文句なしだが、中尾はホームランに関してはまだまだ上を目指している。来季は20本、そして最終的には30本を打てる打者を目指していくようだ。6年目、夏に入った頃に疲れが出たのか肉離れを起こして3週間以上の離脱をしてしまう。さらに完治したかと思い現場に復帰したら、今度はプレーの中で肩を脱臼だ。怪我体勢の低さを露呈し110試合出場に終わった中尾。ただ肉離れと脱臼をしておいて規定に届いたのはすごい。125安打を放ち打率は3割1分4厘。これは打低気味のリーグでは2位で首位打者に迫った。一方で長打力をかなり鍛え上げたがホームランは全然出ない。30発を目指すというのは何だったのか。昨年せっかく何かをつかんだ中尾だったが、この年は怪我と戦うシーズンになってしまった。7年目、怪我のバリエーションが多い。今度は外野守備での拘束で肋骨を骨折だ。復帰してしばらくは調子が上がらず批判の的になることもあった。しかしこれが天才打者だ。後半はしっかりと巻き返し109試合で規定に到達。さらに長打の潜在能力が開花し、目を見張るパワーでキャリアハイの21ホームランを放つ。妙に打点が少ないのが気になるが、日本一になったからよし。きっと前の打者が打てなかったのだろう。怪我さえなければ30ホームランに届いていた中尾。来季は久しぶりの全試合出場なるか。なおこのシーズンオフに球団は FA を見越し、天才打者と3年総額12億円の契約を結んだ。8年目、スワローズは2位に大差をつけ優勝。日本シリーズも連覇し黄金期に入ったようだ。大型契約を結んだ中尾はどれだけの活躍をしているのか。期待をされた天才打者は活躍したとは全く言えない成績だった。打率は2割4分で18ホームラン14盗塁。能力には一回りも二回りも見合わない数字である。さらに怪我での欠場や慢性的な痛みがあり、体調面でも調子がいいシーズンとは言えなかった。彼のポテンシャルを考えれば3年12億円は高くないが、この成績では年俸以下の働きと言える。序盤から好調だった9年目、しかしまたもや肉離れで2軍落ちをしてしまった。6月に入った頃に14ホームランを打ち、村上に並ぶ活躍をしていたが、怪我で一気にその勢いを失っている。それでも後ろに並ぶ村上や浜田ら強力打者のために中尾は3番として奮闘。怪我で調子を落としつつも3番としてキャリアハイの25ホームランを打った中尾。ただ打率は2割5分4厘で天才打者と言われた男としてはやはり消化不良となってしまうシーズンだ。さらに度重なる怪我の影響で足がボロボロ、以前のようなスピードがなくなっている。しかしこれまでの感覚でスタートを切るので盗塁成功率が4割8分、かなり悲惨な数字だった。
村上、浜田、エイリーに万全な中尾が加われば最強打線ができる。ファンたちはそんな妄想をしていた。10年目、慢性的な膝の痛みを抱えながらもこのシーズンが契約最終年なので頑張った。欠場があっても試合に出ればキャリアハイである。打率2割8分5厘、28ホームラン、88打点、3割30本100打点が見えてきて、3番打者としては理想的なバッティングを見せてくれる。技術あり、長打ありの打撃で OPS 0.9 超え。ファンからも愛される天才打者だ。しかし足への蓄積ダメージによって走力がここまで落ちる。すでに彼の体は満身創痍かもしれない。11年目、前半戦から絶好調な中尾、目標にしていた30本にすでに到達している。さらに村上やエイリーを抑え、オールスターの時点でホームラン王争いのトップを走っているではないか。流しながらこの打球、神宮をワクワクさせてくれるバッターだ。なんとシーズン1試合を残し、ホームランだけでなく森下と熾烈な首位打者争いもする中尾。両者とも1試合を残し、首位打者の行方は最終戦にかかっていた。49ホームラン128打点でホームランと打点の方はタイトル濃厚。首位打者を取れれば三冠王の誕生となる。打席では同時に試合に出ている阪神森下の様子も気にしてしまう。第1打席はお得意のセンター前ならず。第2打席はやや怪しい内野安打でヒットを記録。首位打者どころか三冠王がかかるとなると少し力が入ってしまうのか。第3、第4打席も内野ゴロ。そしてシーズン最後となる第5打席、ここはファーストゴロ、内野ゴロコンプリートだ。チームはシーズン最終戦でサヨナラ勝ちに沸く。一方で中尾の三冠王はどうなったのか。ついに誕生した三冠王中尾。怪我をしなければと言われ続けていたが、怪我をしなければ三冠王に輝く実力があったようだ。接戦の首位打者争いは最終戦で中尾が森下を逆転というドラマが展開されていた。打率3割1分4厘、49ホームラン、129打点。まだ打低傾向が続く野球界に光を与える。故障せずシーズンを通して出場すればこれくらいできるんだということを証明した。 OPS はキャリアで初めて 1.0 を超えて、まさに打者として頂点を取ったと言っていい。6番まで恐ろしいバッターが並ぶ打線だが、なぜか中尾が三冠王の年に限って優勝と日本一を逃す。そしてオフには村上が巨人へ FA 移籍。来年33歳になる中尾の負担が増えるかもしれない。村上の移籍によって一気にセ・リーグの勢力図が変わってしまった12年目。なお村上は不発に終わっているが、同時に FA で獲得した和歌山が大活躍である。その頃中尾は昨年に比べるとさすがに数字を落としていた。それでも村上に代わって4番に座り奮闘。多少の怪我での離脱はあっても大きな怪我はなく137試合に出場する。まだリーグ屈指のパワーをしているものの、33歳になり衰退期に入ってしまった。そんな状況で上昇スワローズを復活させることができるのだろうか。なんてことをスワローズが思っていたら、中尾はまさかの FA 宣言だ。昨シーズン上げた年俸をキープするための戦闘に乗り出したのだろうか。来年34歳の彼に見合わないが、年俸4億6000万円の2年契約を提示。が、まさかの最下位チームを見捨ててソフトバンクに移籍してしまう。いつの間にか中日にいた佐々木と一緒に福岡を盛り上げる中尾だった。13年目、新天地初年度は体の痛みで欠場が多く、101試合の出場。
ただ規定に届き打率は3割2厘25ホームラン。またもや全試合に出ていればと思わせる成績だ。40歳の4番打者岡本和真の前を打ち、そこそこの数字を残したがチームは最下位。35歳の佐々木と低迷する新天地を嘆く中尾は FA で最下位球団から脱走することに失敗した。14年目、岡本を差し置いてホークスの4番打者にどっしりと座っている中尾。代名詞のセンター返しも健在だ。やはり契約最終年は頑張るようで、このシーズンは元気に140試合出場。打率2割7分1厘で20ホームランと4番としては物足りないが、年齢を考えればそこそこの成績を残していた。さらに5度目のベストナインを獲得し、まだ球界のトップ選手には名を連ねていた。41歳岡本も強打を取り戻しており、この年齢でサードのゴールデングラブ賞まで受賞していた。そして佐々木の遅すぎるメジャー挑戦、ベテラン勢の話題で持ちきりのシーズンだ。中尾はここまで故障との戦いにはなっていたものの、致命的な怪我は幸い経験をしていない。そして痛みと戦いながらも大きな数字に手をかけていた。15年目、動きが悪くなってきたので DH を任された。本人としては打撃に集中できたので嬉しくてノリノリだ。中尾らしいセンター前で天才と言われた彼は通算2000安打を達成した。迷宮界入りを決めた中尾はまたも大きな離脱をせずにシーズンを戦える。25ホームランと88打点というのは好成績だ。特に左投手を得意にしていた。打点に関してはリーグで4位に位置づけ、最下位チームの4番打者としての意地を見せる。16年目、以前と同様に細かい怪我での離脱があるが、37歳になっても130試合に出場。ここまでプレーできているので、野球人生という長い目で見れば意外とタフという見方もできる。打率こそ2割4分9厘と落ちてきてしまうものの、21本のホームランを打ち、これで8年連続の20本だ。4番に中尾、そして5番に43歳岡本、このベテラン2人が主軸にいるという、なんとも希望が見えてこない最下位低迷中のホークスであった。17年目、40歳を手前にしてまだ11本のホームランを打つ若さがある。しかしさすがに4番に座ることができず、ベンチから試合を見ることも多くなってしまう。時折見せる巧みなバッティングからかつての天才っぷりを見せていたが、スタメンとして出場するにはかなり厳しい状況になっていた。18年目、中尾は開幕1軍にいるが、後輩たちの控えとしての役割を監督から伝えられる。代打の切り札として信頼しているからな。その言葉は彼を気遣ってのものだと中尾は分かっていた。ヤクルトとの交流戦、久しぶりに神宮球場に中尾が登場する。体に痛みがあるが、古巣のファンの前では元気に打席に立つ。これが神宮での最後の打席になるだろうと思っていた。最後は天才らしい技ありヒットだった。39歳の代打の切り札は65試合で25安打、打率は2割7分5厘で1本のホームランも放ち、存在感は見せられた。特に得点圏では打率が4割近い。三冠王中尾の片鱗をファンは感じてしまうが、ここが彼の限界だ。怪我や痛みを抱えて18年間戦った中尾は現役の引退を発表した。18年間で2311本のヒットと315本のホームランを打ち、三冠王から最多安打、盗塁王まで打者の全タイトル獲得。怪我をしてもスタメンを失わずに戦い、最後までスターと言える選手だった。引退後に指導者として球界に戻り、コーチとしてもレベルの高さを見せた中尾。その後2軍監督も務めるが、
故障者が続出し、怪我と戦わなくてはいけないのは現役時代と変わらなかった。中尾智和、大学球界のスターとしてドラ1でプロ入り、ルーキーイヤーから巧みな打撃で1番を打ち、キャリアの前半で首位打者や盗塁王を獲得していく。さらに中盤以降は長打力を伸ばし4番打者へ変貌、打低気味な球界を三冠王で盛り上げていった。ただ彼の活躍には常に怪我や痛みがつきまとう。故障での離脱によって結果が残せない時期もあった。通算2311安打315ホームラン、打者として全てのタイトルを取っていても、怪我をしなければどれだけの成績を残したのかとファンに言わせてしまうほどの天才打者だった。